ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。慎吾ちゃんは慎吾ちゃんだね。慎吾ラッキーさんでしょ。で、タラちゃんは、タラちゃんはサスちゃん。今日 iPhone さ、13、今何番まで出てるのかもちょっと分かんないんだけど、新しい？新しいのかな。ひろかあびこさんです。なんで、ぽかたんやっほープリンちゃん、ジョブさんやっほー。今日はチャットでいっぱい話して面白かった、ロムバの。でもかい、ほんと？今日ちょっと顔赤らんでる。お風呂入ってきます。楽しんでください。久々に言ったね、お風呂楽しんでって。まずはリワーション。まあ去年3月に怪我して、かわいい。こちらこそトークポットありがとう。いろいろ話できて楽しかったね。楽しかった、ありがとう。頑張ろう日本。まあ、こさっき配信トークポートあって、この配信までのね5分10分くらいロモバしたけど、ちょっとまたポイント上げといて。研究がよ、研究で。なんそれはね、1日なんかさ、1日 1D って出るじゃん、1 day の 1D6 時間以上とかだったらあれ使う、なんとかの1みたいな、ね、アイテムをベッベッベッって使う。使ったらめっちゃ上がるポイント、うん、それはね、もう計ね、どんぐらいだろう、千何百円かぐらい課金してるからね。結構ポイント高くなって、すごいでしょ、15位くらい今。なし、こんばんは。いわちゃん、やっほー。さっきのトークポートのさ、告知の日付間違えてたのに気づいたけど修正してない。修正してない。来週の火曜日です。また来週のトークポートは来週の同じ火曜日ですので、一緒でございます。時間帯も、はやた、しおちゃん、やっほー。あ、見てくれてんの、嬉しい。くく、こんばんは。もう女のやつだけど、あん、もう女の今日いつものノート違うカバンに入れちゃってるから遠いんだよね。ペンあるかな。あった、嬉しい。今日も可愛い。ふみちゃん、はい、翼って言った人もわかんないに入ってる。翼、あ、なんだっけ名前、え、なんだ、あ、間違えたかも名前、あれなんだっけ名前、思い出したら言うね。なんか間違えてそっち入っちゃったって人がいて、あ、こっちにもいるんだよね。あ、そう、そっちに入っちゃった人、間違えて。あ、ね、でも何人かいるよね。そう、なんか一応ね。ラプンツェル、こんばんは。ニックネームありがとう。今日も可愛いぜ。りょうたろうさん、発音もありがとうございます。ごめんね、今めっちゃ姉妹の会話してた。
ドームバ関係のね、星さんがありがとうございます。おやすみね、しおりちゃん。なんかさっきリプで寝ちゃうよーって。おやすみ。はい、おはちぷん。割れたハートの枕。ジデルさんファンレベルが6点。おめでとう。かわちいで。ピュッ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 。あきひこさんこんにちは。ケイスケやほ。お疲れ今日も。ひとでちさん初訪問ありがとうございます。しおみさん初訪問ありがとうございます。ひとでちさんフォローしました。ありがとうございます。嬉しいフォロー。ふーちゃんこんばんは。今日のぞちゃんがね、ふーちゃんになんか助けてもらったって言ってたよ、リブで。あら、何よ何よあんた、今月多分全然会えないよ。まあ会いに行こうとしてないかもしれないけどね。タイチコアさん初訪問ありがとうございます。フィルターチョイスさん初訪問ありがとうございます。室尾さんやっほ。今寝てた。おやすみね、しおりちゃん。おやすみ。寝るの早っ。無所属じゃん。どうもありがとうございます。しおりちゃん、田島、田島さん、田島さん、めっちゃパスコフト。お疲れ様です。こんにちは。ラビット、おやすみやお。さっきごめんね、なんかオフ会のことかと思って、8月にオフ会があるんかと思ってめちゃくちゃ迷ってしまった。オフ会のことしか考えてなかった。END さんこんにちは。ハマヤハ。またのさん2度目の訪問ありがとうございます。あ、アルボさん初訪問ありがとうございます。ハマヤハ。ピヨピヨピヨ。おうちぼのファンレベルが10人。お、ファンになってよ。4人増えた、ファンが。なんかこのファンレベルってやつが10超えるとファンになるらしいよ。1ヶ月に1回変わるらしい。志村さんがフォローしました。おい、フォローしてなかったのか。おい、しょうまさん2度目の本もありがとうございます。しょうま、しょうまって名前かわいい。めちゃくちゃ掛け布団大きいの直したよ。そんなことん、大阪と福岡行こうって一瞬考えた。でも猫が取らないもの。あ、そう。心平さん初訪問こんにちは。心平さん合ってるかな。こスコーピオさん初訪問ありがとうございます。今日も可愛いわね、可愛いわね。うるさいよーって、うるさいよって。今日のね、ミントンちゃんのねツイートめっちゃ共感した。あの葵ちゃんのやつ、マネキさん。てかマネキさんやばいよね。東京に上京してきたバンザイジャパンのライブ以外で自分で行ったライブってすごい少なかったんだけど、東京に来る前からマネキケチャーさん好きだったからリリーベとか行ってた。でもそれ好きなのマユタだったんだけど、マユタっていうね子だって言ったの、もう4年前くらい、5年前くらいに見ちゃったんだけど、それが上京してきてリリーベとかちょっと行った時とかね、ちょうどその時なんか休み出した頃で、結局はね一度も会えなかった。後悔しています。楽しい、好きだった。なんざましょ、おじいたん。しかしてスコーピオさんフォローしました、ありがとうございます。嬉しい。初めまして、心平。え、これなんて言いますか。さっきそのまま心平って言ったんですけど違うかもです。初めまして、バンザイジャパンの山口県の伝道師藤崎しおりと申します。しおりちゃんこんばんざい。この部屋初訪問だったようだ。あ、ってことは知ってるよってこと。しおりちゃんって呼んでくれてるし、んオフ会なら行きたい、仰ぐよ。何で行ってんの。やっほやっほ。ねね、今日ね日曜日さん、日曜日さん、あなたがね、あの、なんだっけ、左下のなんだっけ、コロニーじゃなくてなんだっけ、1日5回できるやつあるやん。なんだっけ、5回のやつあるやん。コロシアムがあるやん。さあ、なんかしおりがさ、やろう、なんかさ、ちょっとさ自分のさポイントで勝てそうな人選ぶやん、こうやって。
見た時にさ、3days さんいらっしゃってさ、でも一回最初見た時にそのままポイント高かったからスルーしちゃったので、あ待ってと思いながら押しちゃって、そこが出るまでこうやって頑張って2分ぐらいやってたら出てきてね、でねよしよしと思ってね戦い挑んだら負けたんだけど。で戦い履歴みたいなの見てみて。しおりしおりさんが戦い挑んできて負けたってやつが出てくるよ。ファンレベル2です。弱弱ファンレベル、なんかねこれね星投げたりコメントとかね、なんかねなんか投げたりするとねなんかね上がるらしいよ。てかなんでパンなんっていうかなんでショールームパンになったん。受ける。ウケるキャッテレテレシソンのことで1日休日出勤が決まりました。頑張って休日出勤。つきちゃんさんこんにちは。キシさん初訪問ありがとうございます。大丈夫です。そういうことだと、そういうあれがなかった、選択肢がオフ会ということしか考えない。シアさん初訪問ありがとうございます。しおりちゃんは掛け布団のそれのまだ何言ってんの、どういうこと。あいるよ、まだし布団ないと寝れないもん、長袖じゃないとダメだし、まだこれ今ちょうどいいくらい、このねえ長袖一枚が、え、そうだから何かロード取られてたからさ、本当にかわいそう、みんなロードの角一番手ないかも。ドルルルルルルルマキノンさん、ありがとうございます。チーコーさんにドミノンありがとう。ずいぶんとまあ冷たいよ、また2年後の3月やった僕らは。何何それ照れてんだよねきっと。うん、そうかも。ウケる。でも頑張って見てるんでしょ、でも態度に面白い。おいちぽよマネキさんやばいよね、悲しい。なんか確かにさ、7年とかやるといろいろ考えるんだろうなと思って、グッときた。リンちゃんの宮内リンちゃんのツイートが一番グッときた。なんかアイドルとしてなんかサリドキみたいな、やめどきとか書いてあって、切ない。もうさ、そういう気持ちになったらさ、多分アイドルあるだろうと思うんだけど、アイドルという職業をこう、あもうそろそろだなって思ったら、もうその時点で頑張れないと思うんだよね。頑張れないというか、もう自分はここまでだと思ったら、そっから続ける方が大変だと思うから、逆にもう卒業するって決めてあと1年卒業する気持ちすごいなと思うし、ファンの方はどんな気持ちなんだろうって思った。でもさ、この方はめっちゃあと1年後にめっちゃ亡くなっちゃう推しメンって、どういう気持ちなんだろうと思って、すごく切なくなって、今日ツイッター見てたよ。ツイッターは姉妹ともにフォローしてましたが、あ本当ですか、ありがとうございます。トラトラさん、ヤッホー、ああ出た、ハンモックさん。ハンモックめっちゃ面白かった。マヨタとか久しぶり、マヨタめっちゃ好きだったんだよね。好きだった好きだったのに、ちょうどね入れ違いだったんだよね、なんか行きたかったの。寂しい。めっちゃうか、何か話やるかと、特にないよ。かわいい、なんじゃらほいみたいな。エッグイキジエさんこんにちは、どうもありがとうございます。ジュニヤホー、しまるこたつもつけてるよ、すごい少しだけどね、まだこたつもつけてるし、今日も電気毛布つけてるよ。ちょっとキモいぐらい寒がりなんだよね、だから夏もクーラーがついてる部屋で寝れないの、寒すぎて。だから一番困るのは遠征先で相手が暑がりとかだったら、つけてくださいどうぞって言うんだけど、絶対風邪ひくんだよね。で扇風機でギリって、扇風機なんかクーラーがついたあっちについてるんだけど、その部屋にを風で送るとかならいけるんだけど、同じ部屋についてると死んじゃう、寒すぎて。赤ちゃん赤ちゃん、ハヤタン金色のバッジ、しおりちゃんとサウナ行って、あサウナ
サウナね、1回しか行ったこと、行ったことないっていうかね、たまたまね、メンバーとね、泊まった時にね、大浴場に行って、サウナがあったから、メイさんと入ったけどね、どんぐらいいたんだ、すっごい頑張って5分ぐらいいたんだけども、汗どころじゃなくて死ぬかと思った。サウナなんかね、気持ちいいのもね、すごい気持ちいいのわかるんだけど、いやなんか何分何十分とかも絶対無理。結構最近サウナ流行っちゃうやん。うん、いいかな、暑すぎてもいいかなって感じ。暑くて死んじゃうからね。カナモンこんばんは。明日波動頑張ってね、みんなで応援しましょう。波動明日はカナマリアです。カナマリア戦 KBS 京都ホールで初めて見た時、この姉妹ともおもろいなと思った姉ちゃんの方が、もう癖の強さはもう全部超強いです。お姉ちゃん私は割とその辺にいますよ。んピン倒しさん、発音面白い名前、こんにちは。さんざん探した上に勝ててなくて、かわいそう。めっちゃね探したんだよ。でもさ、あれさ、多分同じ時間にログインしとる、あと多分同じくらいの順の人が出るんよ。たまに出る BJ ビークルとか BJ オンの人がおるけど、こうやって探そう。今日葵ちゃん、あと葵ちゃんとも戦ったけど、葵ちゃんと戦いをあの画面に収めようと思って、もう勝てる気だったの、ほぼポイント1だったから、これ勝てるしようと思って画面録画したら、めちゃくちゃ負けてね、葵ちゃんにさっき DM じゃない LINE したらね、受けますねってきたよ。オッケー、カズさんこんにちは。タジオさん出会ったことない、全然出会うことないんだけどね、今日2人も出会ってすごい嬉しかった。しかもさ、コロシアも1日5回やん、もうさ連続で5回やっちゃうの、なんか今2回やってあと3回やろうとかできないからさ。しかもなんかさ、ある程度のさ、失礼、ある程度のさ順位いくとさ、なんかずっとさ常にさあれもらえるやん、ジャム。だから嬉しいよね。あれ受けるが聞けたので安心しました。受けるのファンだもんね。ファンレベル、コメントの数も関係、あそうなんだ。あでも星とかカウントが関係あるのに一緒かもね。そんだけ探したなら塩に勝ってほしかった。でも全然20秒ぐらいで負けたんだけど。何ポイント1万って。しかもその時ね、7000ぐらいだったの。7000もうないかったから、6800とかだったかな。対1万ぐらい、そんなに強いなんかさ、それ今さ、もうめっちゃさパワーランキングでは強いけど、あれ課金だからさ、あのパワー自体はね強くないんだよ、あの兵士、あの戦う時とか。アイテムがあるから、研究とかをさやりまくってさ、あのさ時間スキップしてさ、あとなんか 1日と何時間以上とかのやつは、なんかなんとかの輪みたいなやつを使ってポポポポ上げてたらめっちゃポイント貯まるんだけど、あとなんかプレイヤーレベルがあるとめっちゃ上がるやん、なんかその力ってだけでね。あんまよく分かってないことばかり。すぐるちゃんいっぱいコメントしてみてよ。すぐるちゃんダメだよ銀色だったら。明日で1700日なの、ケーキ食べないと。明日はね万全ジャパンオフなんですよ。でも私は朝早くから、あの、ね、帰り道に買って帰るってことは忘れないようにしないと。あと日曜日さんはバリアを張ってください。いつも燃えてるもん。トモさんダメの方もありがとう。カフアールさんダメの方もありがとう。天崎さんこんばんは。あそうだ、あとあのほんとね、あのローブの話ばっかりで申し訳ないの、なんか明日のあの引っ越し大会が行われるのですけど、マリアとカナの波動が終わってからとか22時とかでも2人が多分その終わった後もちょっと お着替えとかご挨拶とかあるから、22時半とかかなに、引っ越し大会が行われるので皆さんよろしくお願いします。22時半くらいは見ててほしいかも。22時から22時半くらい。でも明日のハードはね、もう一つのねチームがね、エキシビジョンだから早く終わるのかな、ちょっとよくわかんないけど。めっちゃ喋るやんってね感じですね。なんか言うことあったっけと。もうね本当にね、チャットのね流れる速度が速いと思うんですけど、今日マリアからメールが来てると思うので、皆さんメールをチェックしてください。メール届いてます、ナバダマリアですから。あと BJ びっくりは葵ちゃんから言ってると思います。
中身くんこんばんは。パスタパスタたらこパスタ中ティーこんばんは。頑張ります。今日の風今日の風さんたまに忘れちゃうんだよね。ヨヨさんにダメの方もありがとうございます。りんちゃん推しの弟は死にたいって。え、確かに。でもさ、しかも長くさやってるアイドルほどさ、長ければ長いほどやっぱり出会った人も多いと思うしさ、知ってる人も多いわけじゃん。悲しいよね。そう思ったらバンザイジャパンも一番上の目さんとかも8年目だし、8年目だし、ニキとかも6年目なのかな、7年目だし、私も今日13日、あ、今日13日、しおり初めて、あの藤崎しおりですって情報解禁された日かも。発表されて5年経ちました。多分そうだと思う。今日だったかな、今日の気がする。昨日か今日か明日の気がするな。5年目になりました。皆さんの前にツイッターで現れてからデビューは5月3日なんだけどね。デビューまでね3週間ぐらいでしたね。すごい短かったので、普通2、3ヶ月なんですよデビューまで。でも私もともと曲を知ってたのでね、まず曲を覚えるのにめっちゃ時間かかるんですけど、曲を知ってる状態で入ったので、ダンスも大体全然踊れなかったけど、なんか大体こういう感じってのが分かったりとか、出してもらえるところまで行くのが早かったです。受けますね。でさんこんにちは。え、ミントンちゃん誰推しなの、マネキさん。インディショさん初音もありがとうございます。とね、マネキさんは、ね、結構、ね、海外、特にジャパンエキスポとかで同じ楽屋だったりねしたんだけどね、楽屋の様子とか見てて一番この人素敵と思ったのはミオちゃんだったかな。ミオちゃんすごいスタッフさんにとかの挨拶とかすごいちゃんと、結構そういう人好きに、なんかさ、こうイベントスタッフさんとかさ、他のアイドルのスタッフさんとかにさ挨拶ってすごい大事だと思ってて、そういうのが一番できたとか好きだった。好きっていうかいい人だなと思ってた。けどレオナちゃんも好きだった。ウケる。おきくさんこんにちは。でリアンナさん初音ありがとうございます。ナインかい、そうだナインかーい、ナインかーい、この構ってるね。この構って超待ってる。そんな弟を福岡遠征に連れて行きますので、いやいや楽しみ。弟にも会えるのも初めて嬉しいし、ミントンちゃんにやるもマジで楽しみ。優雅にハンモックおじいちゃんです。でも何歳、あ、この前聞いた気がするわ、誕生日の時、誕生日というかみたいな日にね。ハンモックおじいちゃんもあると、じゃあ今度ハンモックにさしながらさ、たこ焼き食べてよ、絶対熱いよ。ウェルビー栄のペンギンルーム調査も何歳、初めて聞いた。ウェルビーうちんつのさん、そうもありがとうございます。ジャズマンさん、はじめまして。ヒーザヒーザコパンちゃんで、ゴリラみたい。コパンちゃん、もっとファンレベル7になった。メロネコさんこんにちは、こんばんは。ミヤちゃんフォローありがとうございます。ユーワンさん、そうもありがとうございます。あ、なんか宝箱来た。メイク薄いから近づくのやめな、このぐらいがいいね。スピードさん、はじめまして。みやちゃん、こんばんは。ありがとうございます。コメントまでくれて。嬉しい。スパイクさん、こんにちは。室さん、5になったってよ。たくみさん、初音もありがとうございます。パワーあげないでヒーロー育てて。ね、ピーロー。パワーと混ざった。ヒーロー育てるとどうやってやる？なんかさ、あの、ハムじゃない。なんかハムみたいなやつとかあげるやん。あとは、何する？あとなんか装備つけるやん。あとはコツ教えてよ、コツ。あれ勝てないもん、もう殺しやん。今日5回やって4回負けたんだけど。あれ奈良さん、初音もありがとうございます。本館さん、はじめまして。おやすみね、しおちゃん。おじいさん限界、おじいさんおやすみ。でも1時になっちゃうもんね。
強よしさんこんにちは。100回目の訪問おめでとうございます。ありがとうございます。いつも来てくれて、今日のふ思い出しでやってくれる、今日のふ思い出してやってくれるの嬉しいです。いつもありがとうございます。思い出せる人も忘れちゃう日があるから、すぐるちゃん押してあげてて、かわいい、頑張って。ケンミさんこんにちは、はじめまして。すぐるちゃん6になったってよ。おめでるなん、おめでるなん、おめでたい日が続きますね。ねえねえねえ、明日でせんのね、100日です。ハマージャージしまして、4年、どんぐらいなんだろう、4年、1700って4年どんぐらいの、360かけて360、1年半ぐらい、1年半とちょいぐらいか。あ、違う、4年半とちょいぐらい。一緒にマッチョになろうな。あ？千ドラさんかな？1700。1時になったので寝ます。以上マルジパムですけど、今し、ゆずきみでした。4年7ヶ月くらいだった。ジョージさんこんにちは。今日下地しかしてないとこんなにボツボツです肌。みおちゃんよ、あ、みおちゃんそうなの、来月やめちゃう、もうちょっとだよね、5月だった気がする。あー、まめさんこんにちは。ウィンターブバットマンワームさんこんにちは。情報公開記念日、情報公開記念日かもしれない、今日が多分たぶん後で見てみて違ったら爆笑だけどね。ソピオちゃんやっほー、ゆうきさんにドミノもありがとうございます。もちチーズちょうど、え、ほんと美味しかった、ありがとうね、くれて。マジ美味しかった、なんかもっとこってこてかと思って迷ってやめたんだけど、ちょうどよかった、マジ美味しかった、好きな味。みつきちゃん、みつきちゃんが好きって言ってた、口やってあげた、嬉しい。ピューロが間違えた。ピューロみたいになってかわいいねって、なんでかわかるよ、顔薄いからでしょ、顔薄いの好きだもんね。今日はアイラインだけですよ、あとこのラメだけ、ハイライトもしてないしね、チークもしてないし、こういう時もあります。お肌を休める日ですから。好き、あ、まだ出てないじゃないの。ふるさと大使おめでとう、ありがとう中身くん、宇部市のふるさと大使になりました。なんかなんとか大使って、なんかあのハギプリンはあの公認だけど、あのお姉さんだし、なんかアンバサダーとか大使とはちょっと違うじゃないですか、向こうからお願いされてというか、向こうから受けてやってるということじゃなくて、ハギプリンは割と自分からえいみたいな感じだったんですね。ふるさと大使ってすごい嬉しいですね。なんか可愛い。やっとこういう可愛い？うん。なんで？可愛い、喜んでる。喜んでるのが可愛いとか、なんだよ。って思います。6まであげたから、下から星を集めてほしい。可愛い。頑張って。アリエラさんこんにちは。はーい。マロさん発音もありがとうございます。こんにちは。ハリー来た。ハリーで爆笑。ハリーのポイント越したよ、しおり。それでも超強いから、まあ課金してるんだけどね。前までハリーを抜かすという目標がちょっとあったんだけど、もうね。神、私は。もじゃす。あ、前何だったっけ、これさ、あれでしょ、今日の、あの、ワードで、これ集めたらさ、電話するやつでしょ、テレビで。
なんか好きありがとう。何の数5年くらい5年はやってない。7月か8あれいつだったっけ配信始めたの。7月か8月くらいかね。そしたら毎日配信5年、毎日配信5年ってすごいね。自分で言うのもなんだけど。リタクさん初訪問ありがとうございます。ケースケレベル5になったおめでとう。10年で360300、10年やばくない？嬉しい、よかった。嬉しいって聞かれてさ、嬉しくないって言ったら面白かったね。しょうちょぽこんにちは。かぎやぼうしさん、ののののめ、あっ、ののむ、のの、ののみやのももちゃんだとか。難しいね、すごい。いつも自己紹介の時髪かまないのかな。知ってる、ののちゃん、かわいい。1825日が5年だから、あ、じゃあ、あ、それすごい分かりやすいこと言ってくれるやん。ってことはあと明日になったらあと4ヶ月ぐらいで5年ってこと、ってこと1年違う4年8ヶ月くらいですかね。まつげちゃん今日まつげ何もしてない、ほらこんなないの、こんなにチル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 。下なんかね、あれはしとる、なんかね下地的なやつはしとる、なんか美容液的な感じかなと思って、ね、やったんだけどね。幼いさん初音もありがとうございます。心広さん、あ、ほらありがとうございます。さっきさコメントしてくれたガイヤスルソーさんフォローありがとうございます。何このパーズ、初音も嬉しい。スルソーさん、ミキさん、初音もさんこんにちは。課金すると無理だからまあちょっと頑張るか、課金はしないけど、もうそう決めてるのポリシー。しまった、素直に喜んでしまった。なんでしまったの、しまったしまった。あ、バッシーさん元気してる、あなた誰か牛乳くれた、バッシーミルクくれた、ありがとう。待って、おはちぽよもう寝た？いっぱい牛乳来てくれてたのに気づかなかった、ごめん。牛乳20個くれたの。エコパンちゃんもさくれとる、ごめんなさい今日ギフト投げてくれた人気づけなくって、ありがとう。ありがとう。そう今週あまりにもさ、今日先週もだけどあまりにも平日にライブなさすぎて、なんかさイベント配信参加しようかなと思ったけど、ちょうどなんかこれがいいというのがなくてやんなかったんだけど、いつかまたショールームイベントもできたらいいですね。好きなんだよねショールームイベントというものが。でも今はロンボボもやってるし、ハドもあるしなと思いつつ、でもこんなにさ時間がある時期って珍しいじゃん、思いつつね。意地か、近々会える予感がしてきた。いつだろう、でも土日いないのしおり、今月遠征で。だからしおりはさ先週とか先々週めっちゃ行ってたじゃん、4月はすごいもう遠征ばっかだから前半で会いに来てって言ってたでしょ。5月はいっぱい会えますよ、私くしほぼ都内です、ほぼね。明日のハド楽しみだね。楽しみだね。みんなで応援しよう。マイマイミーマインさん強いからね。本当にみんなの力が必要。しかも、そうアクスタがね、アクスタが、私のなんですよ。明日のやつ。で、3000ポイントかの課金ごとに1つ。もうランダムで届くんですけど、4つからね。しおり、知らなかったの。さっきまで。次、ツイッター。なんかタグ付き来て、なんでしわしは出ないけどと思ってみたら、アクスタに、え明日はしわ、明日はね、アクスタ2回分課金する気です。これ自分のモードに自分来たら面白いなと思いながらやります。まあ言ったらもらえるのかもしれないけどさ、スタッフさんとかに、それはね、オタク的にはちょっとね。アクスタ欲しいよね、勝利も欲しい、自分のやつ欲しいっていうか見たい、見て誰かにあげたいぐらいの気持ちだけど、だ
からみんな明日マリアカノン応援しつつ終了資産のアクキーアクスター欲しいって言ったらぜひ狙っていただいて交換とかできるのかな他のアイワン TA さんとかは仲いいからワンチねお手が乗ったら交換できるかもね。はるかさん初音もありがとうございます。なんでやねんそう遠征なんよいつとりあえず何日それバッシーはるかさん初音もありがとうございます。はるかさんとりあえず千鳥 T シャツを着て湧いてきます。関東の万歳ライブでうんそうして寂しいけどね。でもね遠征だからそれも遠征頑張ってくるからだから5月会いに来て5月ねほぼ都内にいるからみんな開けてくださいよって5月3日かな5月3日5月9日5月22日5月3日はもうめっちゃ私事ですがデビューしてから5周年を迎えますので6年目になるんですね私も。まあ、なんということでしょうか。で5月3日で5月9日が不定期定期公演っていう単独ライブがあるので、まあ、声出しなので声出し好きな人は絶対集まってください。で5月22日が横浜ブロンテンでワンマンでこの3日間はね絶対開けとってください。ちゃぐまさん初音もありがとうございます。ちっちゃりやっほー。あらしゆさん初音もありがとうございます。ひなちゃんさんこんにちは。そうです今日はもうちょっとで配信おしまいにしようかな。コンタクトがずれおりますけど5月5日はサウザンドクラブ行く予定勝利におるおるよ5月おるよ1週目はずっといます5月1日だけ福岡に行ってるのであ5月2日だあ1日だ5月1日が2本あったら2本目かだけかも。2本目は多分いる予定な気がします。でも予定5月5はいるよ。やったー来てね会いに来てくまたん。あこんばんはくまたんだ。こんばんは。あコンタクトそうずれよるんやこっちねずれよる今日バレた。それがいつもあなたのコンタクトを監視しているからあなたを監視したってことジェネラーシーさんこんにちは。こんばんはだったこんばんは。というでもう少しでおしまいにしようと思います。明日は何もないもんねみんなとなんかとかありません。今週平日は本当にありません。4月17のデュオおらんのよごめんねおらんね。来週今週ね今週はね大阪行っとるんよ。やきおらん5月5まで5月5まで待っててそのおかげで目合わせるようになってきました。ねえねえねえ前回さ前に見れないって言ってたからわざと見てたらちゃんと会ってたからあ慣れてやがるりんごっこさんこんにちは。お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみ祝助くださいって言われる前にそれ人できる推しメンって思ったでしょ気をつけて来てよね。うんチャリで来るの。配信ありがとう。ラーメンが食べたい毎日毎日食べたい食べないと。すぐるちゃんはいつも頑張ってるからラーメン食べてもいいよこれすぐるちゃんに捧げる今日のハート。一台足りない？メンバー分？これ、あびこさんの分がないな。実はコメントしてる。え、嘘ごめんね。読めなかったかも。読めなかったっていうかスルーしちゃったらごめん。ケイスケおやすみさ。おやすみ。ケイスケ。福くんおやすみ。配信ありがとうラブ。ラブ。おわちぽよ11位になったよすごい激強じゃん。やべえ寝顔すんげえ待って覚えてる。バッシーさ出会った時とかさマスクなしだったじゃん
うちらっていうかみんながめっちゃ言ってたよね。これこれ好きって言ってたの思い出した。ミカさんこんにちは。ふうちゃんお疲れ様でした。おやすみなおしむおす言い方でもコメントする前におしむ仕事に配慮してくれる勝利本当大好きでしょ。あっつさんこんにちは。故郷さん発音ありがとうございます。マジで押せる。それはそう。まあねまあね。おやすみしようじゃん。ラブ。上手にできた。たかこんばんは。ドリデビル爆破にやめてよ。ログレアバルブとか言うの。ティモアニャさんどうもありがとうございます。オースプラもっとありがとう。昨日ツイートしてくれて嬉しかったスクショの数々ということで今日はおしまいにします。明日は毎日配信1700日ということで、はい、お祝いしに来てください。バイバーイ。商人は本当に塩ドラの皆さんを大切にしてくれるか。そこもそうだ。当たり前よ。大好き。一番の宝物よ塩ドラは。ために貯めて。あ、めっちゃ貯めたね。もっと小出しにしてもいいよゆっくり休んでね。ありがとう。そろそろラリレベル。ラリレベルはもうマックスよいつもあなたラリ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 じゃあねおやすみ。Thank you.